ります。一応あの YouTube 篠崎翔吾で調べてもらって、これあの9月まで公開されます。
走らせてるのかけ
券がないんです。あー、取ってない。ブラックビーズレカーです。
分停車いたします。列車から降りられる際は遅いますが、16時21分の発車までに車内にお戻りいただきますようご協力をお願いいたします。降りの際は気楽の音、申し込みにお気をつけください。まもなく赤羽に着きます。
マスク交換しよう。嫌なこと言っていいですか、はい、あの特急ソニック号が故障故障あと沿線火災によるダイヤの乱れ、あら、それはそれによって鹿児島ハーフに乱れてるみたいです。鹿児島の道に気をつけてください。次はここに止まります。あれの時は小倉からもう新幹線で帰られた方がいいかと思います。いや、まだ大体嘘は書かれてないんであれなんですけど2時間以上送りが出たら大体なんで、いや、私はあの普通列車で行くんですけど、あの沿線火災によるダイヤの乱れです。ちょっと待って、奥で見ますよ。行った方がまだ空いて
でございます。普通列車もそれで巻き添えくらという感じです。出てくないけど、
折り返しになってるんで、そちらに来てないやつがあります。37号線にあると折り折り引き返しって、赤間方面には正確な時間で行けるんで。簡単な話は、散歩遅れで、久留米駅を途中駅にして折り返すような感じです。ここで言うと。そして、ね、3分の遅れなくなるじゃないですか。久留米駅だけど、途中駅にしない3分の遅れが、折り返したら、っていう話です。
長井駅とか知ってます？長崎駅。長井駅。長井駅。駅のホームが来るんです。いやーマジ綺麗。
Thank you.
それもできたんだけど、thank you.
あとあそこもありますよ。
目の最初っていうところが駅前に6カ所高くだがある。駅から徒歩 500m、 東広島市です。広島です。
なりました。iTunes ストアや原田裕子さんのファーストアルバムに収録されております。ぜひお聴きください。皆様、45秒遅れての乗せ旅はいかがでしたでしょうか。遅れてないです。お客様お一人お一人それぞれ見て聞いて感じたことを土産話としてお持ち帰りいただけましたら幸いでございます。常務一同またお客様とお会いできますことを心よりお待ちしております。どうぞこの先も素敵なご旅行をお続けください。本日は山陰線観光列車まるまるの話にご乗車くださいましてありがとうございました。
17時43分の発車までおよそ4分停車いたします。引き続き終点新下関までご乗車のお客様、発車まで車内にてお待ちください。17時43分の発車までおよそ4分停車いたします。ご乗車ありがとうございました。まもなく下関に着きます。お出口は右側6番乗り場です。ビビルスライバー下関ザドアゾンザライトサイドビルオープン。似合わないんですよ。あーそっか。いやもうこれ分かってます。西日本とあの九州の扱いです。